J3 リーグ第33節 SC 相模原対 AC 長野パルセイロの一戦、両チーム選手の入場です。相模原にとっては今日は今シーズン最後のホームゲームになります。サポーターの前でしっかりと勝利して今シーズンの締めくくり集大成を見せたいところ。ではホームの相模原の予想フォーメーションです。システム 3-4-2-1 です。前節からは3人のスタメン変更、ゴールキーパーの田中、そして3バックの中川、さらにシャドウの伊藤、この3人が前節から変わって今日は先発でプレーをします。続いてアウェー長野の予想フォーメーションです。こちらは前節から2人スタメンを変更しています。右サイドバックの下口とボランチの新井が前節怪我で途中退場となったため、今日は吉村とそして国領がスタメンに入っています。三上からのスルーパス、裏に出てくる斉藤のシュート、田中のファインセーブです。立ち上がり最初の決定機は長野でした。梶山から右サイドに持っていくウイングバックの平石シュートを狙ってきた、枠を捉えていました。阿部のファインセーブ、もう一度ダイレクト狙った、枠を捉えたシュートでした。ゴールほぼ正面というところ、ファーサイドやはり松原めがけて上げてくる、ダイレクトのシュート、サイドネットの外側です。ボランチの国領に代わってここで津田が入ります。長野の選手4人がファーサイドで何か声を掛け合っています。その間にショートコーナー、ニアサイドのボール入ってくる、頭を抱えたのは大城です。ファーサイド折り返す、混戦、シュート、もう一度シュートを狙った、最後松原のシュートは抑えが効きませんでした。津田が裏に抜けていく、津田が倒れて PK の判定、津田と丹羽のマッチアップ PK の判定です。津田が冷静に決めました。アウェーの長野が先制です。ベテラン津田の PK、 真っ先にサポーターに思いを伝えます。津田で長野が先制です。裏を取る平石が仕掛ける、クロスの精度を欠きます。相模原にとってはもどかしい時間が続きます。梶山、パスがつながる、カンメラ、右サイド川上がフリー、そこにボールが出る、川上はシュートを選択したでしょうか。前線にロングボール、中川が競る、カンメラ大きくクリア、そしてここで試合終了のホイッスル。長野が今シーズン初の4連勝。